皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私、この経済産業省、製造産業局、経済産業室の菊田と申します。日頃より経済産業行政の推進にご協力を賜りまして、大変ありがとうございます。さて、今年新政権がスタートいたしまして、我々も新規一転、非常に大事で、正月返上で働いてですね、努力をしております。そこは新たな補正予算ということで、非常にその動いているところでございますけれども、明るいこう1年にすべくですね、スタートダッシュを美しく切ってですね、経済をこう再生させていきたいというふうに思っております。安倍内閣の第一的な目標もこう経済再生ということに掲げられておりますし、この目標をこう追求していきたいなと思っています。もう補正予算もですね、近々閣議決定しますし、この中でもですね、国内の設備投資に非常にその力を与えられるような予算の内容を見たいと思っております。また加えてですね、25年度の予算もですね、早急に組んでいきたいと思っておりますし、また同時に25年度の税制ですね、こういったところでもさまざまな企業の活動を支援できる具体的な身のある内容を取り組んでいきたいというふうに思っておりまして、今まさに検討の最中でございます。一言、私は、我々の今年、特に一つ力を入れたいなと思っておりますのは、先ほども課長からお話ありました、グローバル化の推進というところでございます。ここ20年間はですね、グローバル化、要はその国内の工場が外国に流出して、ますます疲弊すると、ということが続いていたと思うんですけれども、さすがにですね、ここまでグローバル化が進展すると、僕は逆にですね、海外の需要をですね、国内で取り込めるだろうというような段階に至っていると思います。そういった企業の方々の前向きなグローバル展開への努力というものを支えられるような、そういった策をですね、どんどん打っていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いずれにせよですね、予算、もう税、そして制度、もう全ての政策を総動員しまして、来年こそ、今年こそ非常にそのいい一年にできるように、全力で努力してまいりますので、皆さんにですね、いろいろご指導、ご鞭撻をいただきながら、施策を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後にですね、ここにお集まりの半月会工業会の皆様、ご発展とですね、そして今日この場に集まられた、ご列席された方々の、ますますのご健勝をお願いしまして、願いまして、私の挨拶とさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。おめでとうございます。ただいまご紹介にあたりました、日本創生加工学会の会長を務めております福島でございます。で、僭越ではございますけれども、一言の挨拶を申し上げます。まず日本単発開口協会の皆様とですね、には創生加工学会は技術分野を通していつも日頃いつもお世話になっております。ありがとうございます。心から本礼を申し上げます。すでに高瀬会長の方からですね、最近の、いわゆるビジネス環境、あるいは、これからどういうふうにして、その状況を発展に結びつけていくかというお話をいただきました。で、やはりグローバル化というのが一つの大きな問題ですけれども、このグローバル化、多様な価値が混在する、グローバル化の流れというものがあります。これは年々加速しております。でこれはですね、この中で国内国外でですね、立場の違うことによる利害、こういうものが非常に錯綜してですね、複雑な社会というものを築き上げる、こういう社会に転換するということを余儀なくしているように思います。でこのようにこのような社会において、それじゃあ大切なものは何なんだろう、考えますと、皆さんそれぞれお考えになっていると思いますけれど、私は情報力というのとコミュニケーション力というものではないかというふうに思っております。情報の発信と、そして異なる考えを持つ人たちの間でコミュニケーションをいかに図るかという
ことが、これがこれからの社会を動かしていくというふうに考えております。したがってビジネスや技術あるいは人材の能力というものはこのような流れにきちんとこれを踏まえてですね、力を発揮できることが求められるんじゃないかというふうに思います。先ほどありました MF 技術対象の内容にもですね、見られますようにハードとしてのものはもちろんですけれどもそれが大切です。しかしそれにですね、情報処理と融合された形でもですね、新しいものというものがこれからの基盤産業にとって力を発揮するのではないかというふうに思います。そして少子高齢化とかあるいはエネルギーセキュリティ、それから環境意識という日本が今先行してまた直面している課題をですね、こういうものに真剣に向き合えば向き合うほど将来の我々のものづくりというものの姿が明確になるのではないかというふうに考えているところでございます。で2009年より、日本創生加工学会はですね、MF 東京に、特別協賛という形で、参画させていただいております。多くの皆さんに、ものづくりを支える学術の意義あるいは最先端の技術というものを理解してもらうという意味で非常にいい機会となっております。で本年も MF 東京2013ですか7月に予定されているということですので、私どもも良い経営企画提案ができるようにですね、いろいろ検討しまして蘇生加工技術のプレゼンスというものの向上に努めたいと思います。でもう一点はですね、人材の育成であります。産業や技術を支えるのがですね、人であるということは、まあ、言うまでもないことでございますけれども、学会としてはですね、JSTP オープンインジャーナルというのを、立ち上げます。でこれはですね、ウェブを利用した情報の発信、自助発信を行うものですが、海外の研究者と、あるいは技術者とのコミュニケーションを、ノウハウを広げるということによって、世界で活躍できる若いエンジニア、あるいは研究者を育成するというふうに、考えております。で、さらにこれによって、グローバル社会における学会のプレゼンスというものを立て上げていきたいというふうに考えております。まあ、最後に、日本単発機械工業会の皆さんと一緒になって、本年が実りある年になるように、一つ一つの課題を、に挑戦し、これを乗り越えという覚悟、そしてまたここにお集まりの皆様の保険証とご判断を記念いたしまして、私の拙い挨拶